はい、どうもさん、こんにちは。ゆずっこです。それでは、今回なんですけども、セゾンカードデジタルが熱い、年会費永久無料で、お得なキャンペーンも開催中ということで、今回は、セゾンカードデジタルについてですね。この動画では、セゾンカードより登場した、セゾンカードデジタルについての解説と、お得なキャンペーンについてお伝えします。年会費が永久無料で、なおかつ5分以内で作成することができる、かなりね、便利なカードとなっていますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう ということで今回のね、お題でもあるセゾンカードから提供されているこちらのカードはセゾンカードデジタルというカードと言います。で、このカードの詳細に入っていこうと思うんですけども、今欲しいに答える最短5分で発行ということで、今回僕もですね、発行実際に行ったんですが、まあ結構早く発行ができます。で、流れはね、この順番で1、2、3番の通りになってるんですけども、そのカードを発行した後に後日ナンバーレスのプラスチックのカードが届くというような流れになります。 で、続きまして、カードの基本情報なんですけども、ブランドは、ビザ、マスター、JCB の3つのブランドから選ぶことができます。で、年会費に関しては、なんと永久無料ということで、ここはやっぱ素晴らしいですよね。で、作成できる対象の方なんですけども、専業主婦の方でも、学生の方でも申し込むことが可能と。で、 18歳以上、高校生は除くで、ご連絡が可能な方で、当社の提携する金融機関に決済口座をお持ちの方に限り申し込みいただけますということですので、まあ、ここにね、該当される方は作成が可能と。で、他にもオプションサービスとして、ETC カードがですね、年会費永久無料で使えたりとか、で、電子マネーに関しては Suica とか PASMO へのチャージも可能ということになっております。で、次にこのセゾンカードデジタルの特徴とか特典なんですけども、ま、あ結構いろいろあるんですよ。 ま、カードの特徴なんですけども、ここにも出てるように、電子決済やオンラインショッピングでも対応ということで、ま、スマートフォンアプリのセゾンポータルっていうアプリがあるんですけども、そこにカード番号とかセキュリティコードが記載されたので、それを使ってオンラインショッピングでもお買い物ができたりとか、あとはもし iPhone の Apple Pay 利用されている方であれば、そのアプリ上から Apple Pay に登録すればね、クイックペイで決済することもできたりもするので、それがね、結構便利がいいかなというふうに思います。 で、特徴二つ目としてナンバーレスのプラスチックカードということで、まあ、このセゾンカードデジタルに関してはカード番号の記載がないので、まあ、セキュリティ的にもちょっと安心する部分でもありますよね。あとは、ここもいいんですよね。カード決済ごとに利用日時利用金額、利用加盟店をプッシュ通知でお知らせということですので、使ったタイミングでね、通知が来るのは結構安心しますよね。まあ、他にもね、県名のデザインをアプリ上で切り替えることもできます。 で、このセゾンカードデジタルを使って貯まるポイントっていうのが、ここにも出てる永久不滅ポイントっていうのが貯まります。その名の通り、この有効金が決まってないので、このポイント自体はずっと永遠と貯めることができます。で、貯まり方なんですけども、例えばここに出てるような月々の支払いがあって、 で、それで永久不滅ポイントが税込み1000円につき1ポイント付与に出ております。でですね、1000円につき1ポイントなので、ちょっと物足りなさを感じるかなって一瞬思うかもしれないんですが、この永久不滅ポイントっていうのが結構いろんなものに交換することができるので、まあ使い方によっては還元率をアップすることもできます。例えばね、ここにも出てるような1ポイント5円相当で Amazon ギフト券に交換して使うっていう方法もあったりするので、まあ交換する場所も結構豊富なので、ここは魅力的なんですよね。あとはね、普通にショッピングで利用する 際にセゾンポイントモールっていうのがあるんですけどもそれを経由したら最大で30倍までポイントが貯まったりとかするので使い方によってはかなりね永久不滅ポイントがかなり貯まりやすくなるかなと思いますでまあ個人的に結構嬉しいなと思ったのがこの全国の声優リビンサニーで5%オフっていうことでこれはね本当セゾンカードの特徴でもあるかなと思うんですけども毎月セゾンカード感謝デー開催日に声優リビンでセゾンカードを利用いただくと食料品から医療品まで5%オフになるということです のでこの毎月のセゾンカード感謝デーを狙ってお買い物をすれば5%オフでね声優系列のお店でお買い物ができるのでここはね結構嬉しいなというふうに思います。 で、他にもちょっとね、数え切れないぐらい特典とかそういったものがあったりするので、ま、ぜひね、こちらは公式ページをチェックしてみてください。で、今回押さえてほしいのはここなんですよね。今だけの最大5ヶ月間のお得なキャンペーンということで、今回結構これが魅力的なんですよ。それがこちらなんですけども、新規入会限定セゾンカードデジタル最大5ヶ月間10%オフということなんですけども、そうなんですよね。 結構長いキャンペーンなんですよ。で、キャンペーンの詳細見ていこうと思うんですけども、まずはこの得点1の方からですね。 セゾンカードデジタルへご入会いただき、カード入会月に応じた期間中、対象カードにて、ショッピングをご利用いただくと、3ヶ月間毎月10%のキャッシュバックがされるということになります。1ヶ月間のキャッシュバックの上限が1000円ということですので、まあ、単純計算で1000円割ることの0.1なので、1万円分を決済したら1000円分がキャッシュバックされるということになります。で、それが3ヶ月間続くということですので、まあ実際にね、3000円分がお得になるということになります。 で続きまして得点2の方なんですけどもここにも出てるようにさらに次の条件を満たしたお客様を対象に追加で2ヶ月間毎月10%分がキャッシュバックされるというようなキャンペーンとなっておりますそれがですねカード入会月に応じた期間までにご利用明細にて以下の対象加盟店のおしゃれが確認できることということが条件となりますで1ヶ月間のキャッシュバックの上限が2000円ということですね で、この、で、以下の対象仮面点というのは、ここの出てる通りとなっております。例えば、携帯電話の利用料金ですね。NTT ドコモ、AU、ソフトバンク、ワイモバイル、有機モバイル、LINE モバイル。これら、お支払い方法に対象カードをご登録いただいて、支払いいただいたものが対象となりますということですので、いわゆるね、これらのクレ、あの、携帯電話の料金の支払い元に、このセゾンカードデジタルを当てるというのが条件となります。で、もう一つは、ここ、電気料金ですね。 北海道電力とか東北電力、東京電力、北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力。まあ、これらも同じようにお支払い方法に対象カードをご登録いただき、支払いいただいたものが対象となりますということですので。なので、実際に2000円割ることの0.1なので、2万円分まで使うことで、上限2000円到達するということになります。まあ、今現在、その携帯電話料金と電気料金合わせて2万円いくかどうかっていうのは人それぞれかなと思うんですけども、 おそらく僕の場合はこれ以内に収まると思うんですが、それでもキャッシュバックがあるっていうのは結構嬉しいかなと思います。で、今回ですね、このキャンペーンの還元上限とサイクルっていうことで、この日程はですね、必ずちょっと押さえておいてほしいところではありますので、まあ、スクリーンショットなどね、撮っていただくと結構管理しやすくなるかなと思います。例えばこの特典1なんですけども、 以下キャッシュバック対象となるご利用期間のショッピングご利用分が還元月のご請求金額から10%キャッシュバックということなんですけどもまあ結局何がお伝えしたかったかというとカードの入会月によって いつキャッシュバックされるのかっていうのが結構変わってくるんですよ。例えば、今回僕、4月に入会をしました。4月入会したので、還元回数の1回目の場合なんですけども、入会日、本日の4月の27から6月の10日まで、これがキャッシュバック対象となるご利用期間となります。で、それまでの間に、ま、1万円分を利用すると。そしたら、ご利用明細のお知らせが5月の20日とか6月の20日前後に上がってくるので、その時に還元されるのが8月の4日に還元されるということになります。 まあ、結構先になりますね。で、2回目に関しても6月11日から7月10日までの間に、 1>, 1万円分を使うと。そしたら、まあ、7月の20日前後に明細が上がるので還元されるのは9月の6日に還元されるということになります。で、3回目も同様ですね。こんな感じで10月4日に還元されるということになりますんで、まあ、この動画を見たタイミングですぐに作成された方はおそらく4月になるかなと思うんですけども、この動画を見て結構後の方に入会された方に関しては5月とか6月、こういったスケジュールで還元されるということになりますので、ここはね、しっかりとスケジュール管理をすることを強くお勧めします。 ま、得点2に関しても同様にスケジュールをですね、しっかりと押さえていただきたいと思います。ま、得点にはね、 ご利用明細に対象仮面店の支払いが確認できると、キャッシュバック対象となるご利用期間のショッピングご利用分が、還元付きのご請求分からキャッシュバックということで、まあ先ほどね、携帯料金であったりとか、電気代、まあそういったところをこのセゾンカードデジタルを当てていただくと。そうすることで1ヶ月で、まあ、上限2000円まで、2ヶ月で最大4000円までキャッシュバックがされるということになります。で、このカードの入会付なんですけども、 僕は今回4月に入会したんですが、このキャッシュバック対象となるご利用期間に関しては、結構先なんですよね。8月の11日から9月の10日になります。なので、今日が4月なので、約4ヶ月弱ぐらい。後からこのキャンペーンの対象となります。で、ご利用明細のお知らせが9月20日に上がって還元されるのは11月4日と。そして2回目に関しては、9月の11日から10月の10日まで。 そして、明細が上がるのは10月の20日前後に上がって、還元されるのは12月6日っていう感じですね。なので、この時の期間に自分が持っている携帯電話、僕の場合はワインバールを使ってるんですけども、それに支払いをあったりとか、僕九州に住んでるんで、九州電力の支払いを、この生存カードデジタルを当てるっていうことが大事ということになります。 まあちょっとね、ここ絶対忘れそうなところもあるので、先ほどお伝えしたように同じようにスクリーンショットを撮っていただいたりとか、ご自身が持ってるカレンダーとかにね、メモしていただければいいかなというふうに思います。で、今回ですね、僕もこのセゾンカードデジタル実際に作成してみました。作成方法い至ってシンプルで、このセゾンカードデジタルのトップページに入っていただくと、ここにですね、簡単5分お申し込みはこちらという項目があるので、ここをタップしてください。そしたらですね、お申し込みには本人確認が必要となります。以下よりご選択くださいということで、僕は今回ですね、オンンライン講 本人確認お申し込みこちらというところを選択しまして作成をしたらですねまあもろもろ入力していったらご覧のようなメールが届きましたセゾンカード電車のお申し込み受付番号のお知らせということで届きましてこの時間がですね14時23分に届いたんですけどもなんとその後にですねじゃんということで サービスご利用手続きのお知らせということで、なんとですね、利用手続きが完了いたしましたとこで、無事に審査が通って、その時間なんとですね、14時25分なんですよ。めちゃくちゃ早いなと思って、約2分ぐらいでこのメールが届いたので、今回ね、最短5分でっていう風に歌ってるところではあるんですけども、それよりさらにね、審査が早く通ったので、個人的にめちゃくちゃびっくりしております。で、実際にね、カードが届いたので、このセゾンポータルっていうアプリにもうまくログインができまして、この中でいろんな情報を見ることができます。利用明細であったりとか、 利用可能額でやったりとか、もちろんここをタップしたらカード番号も確認することができます。で、先ほどちょっとお伝えしてた。ここの着せ替えでね。この券面のデザインをね。この中で変更することもできたりっていうこともあります。一応ね。自分が持ってる Apple pay にも登録ができましたんで、この状態でクイックペイでの決済もできるんで、現時点ではネットショッピングができたりとか、クイックペイでの決済ができるっていうような状態となります。めちゃくちゃ早いですよね。で、先ほどもお伝えしたように、プラスチックカードに関しては後日自宅に届くことになりますんで、まあ、この券面の状態で届くかなと思いますんで。 ちょっと楽しみにしております。で、最後にですね、このセゾンカードデジタルについてのまとめです。まずブランドに関しては VisaMasterJCB から選ぶことができます。で、年間費は永年無料と。 一応ね、作成年齢に関しては18歳以上高校生除くって記載はしてるんですけども、専業主婦の方であったりとか、学生の方でも参加あの作成することができます。で、ポイントに関しては永久不滅ポイントっていうのが1000円で1ポイント貯まります。で、永久不滅ポイントはね、ほんと他社のポイントの交換する種類が結構たくさんあったりするので、ここは結構魅力的なポイントの一つではあります。で、他にも ETC カードが年費永久無料で利用できたりとか、まあ特典はね、めちゃくちゃあるんですけども、声優リビン、あとサニー5%オフがあったり とかセゾンの優待があったりとかセゾンポータルで管理できたりとかまあ、ちょっとね動画内でお伝えしきれないぐらいこのセゾンカードデジタルには特典が詰まっておりますで先ほどお伝えしたこの新規入会10%オフのキャンペーンのまとめなんですけども期間に関しては4月の15日からスタートしておりまして6月の30日まで開催されておりますまあ、入会月によってね 還元される月が変わってくるので気をつけてください。で、特典1なんですけども、3ヶ月間の間、毎月10%キャッシュバックされます。で、上限が1000円までなんで、1万円分利用することで上限に到達します。で、特典2に関しては、追加で2ヶ月間、毎月10%キャッシュバックということで、対象の加盟店での決済が条件となります。それはね、先ほどお伝えしたように、指定された携帯電話の利用料金であったりとか、電気料金に支払いを当てると。そうすることで10、10%分のキャッシュバックがされるということになります。ちなみに、上限が2000円まで。 2ヶ月間で最大で4000までキャッシュバックを特典にでは受けることができます。で、さっきもお伝えしたように特典1、2に関しては、入会時によっては還元される月が決まってますんで、まあ先ほどお伝えした表っていうんですかね、それをスクリーンショットとか、何かしらカレンダーとかでメモしていただくことを強くお勧めします。 まあそんなこんなで今回はセゾンカードデジタルについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ今回ね、作成して思ったことはとにかくね、審査がめちゃくちゃ早かったです。まあ多分人によってこれを買ってくるかもしれないんですけども、こんなに早くね、作成できて作れるなら、例えばお買い物する予定があったりとか、ああ、急遽ちょっとクレジットカードを作成してみたいなっていう方がいらっしゃったら、もうサクッとね、スマホでできちゃうので、そこは結構便利かなという風に思いましたんで、今後もね、僕も使っていこうかなという風に思っております。で今回のね、セゾンカードデジタルについて、ね 作成を検討されている方いらっしゃいましたら概要欄に公式のリンクを貼っておきますので詳細気になる方ぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました